今回は小さなバスに乗ってお出かけです。大越線近江行きのバスに乗り、目指すは綾川の河口にある町、林田町です。どんな見どころや出会いがあるのかな、楽しみです。あ、降ります。300円。はい、ありがとうございました。さて、川尻橋というバス停で降りました。ここからは歩いて林田町を散歩です。まずは南へ綾川を登っていこうと思います。この川の東側が林田町なんですよ。のどかですね。今日もいい天気だな。お、土手を少し歩いていると建物が見えますね。ちょっと行ってみましょう。お、こちらですね。総倉神社と書いています。ここに神社があったんですね。せっかくなのでお参りしましょう。あ、参道の両脇には狛犬がいますよ。あれ、でもなんか変わった形の狛犬ですね。威厳もありますし、なんだか可愛くも見えちゃったりします。こちらの狛犬にはほら見てください、頭の上にポコッとしたものがついていますね。これは角なんですかね。こうして可愛くは見えていても、狛犬は邪気を払い神前を守護すると言われていますからね。これからもここでしっかりとこのお宮を守っていくんですね。頑張って。さ、お参りをしましょう。とっても立派なお社ですよ。今日の散歩が楽しく歩けますように。坂出市は古のロマンの町と言われていますからね。実はここ林田町にも古を感じさせてくれる場所があるんですよ。これからそこへ向かっていこうと思います。さあ歩いてみましょう。綾川と県道16号線新雲井橋の近くにあるのは雲井御所跡です。ほら見てください、門には菊の門がついています。こちらの雲井御所跡は12世紀中頃、政変で敗れた崇徳上皇が讃岐に流された時およそ3年過ごされた場所なんです。御所の建物はもうないですが、こうして立派な石碑が建てられていますね。ちなみにこの石碑は江戸時代末期、高松藩の藩主松平頼広が建てたものです。いつの時代も歴史を大切にしてきているんですね。林田町には古い映画館の建物もそのまま残っているんですよ。こちらです。大衆館という映画館の跡です。もう見るからに歴史を感じさせますよね。1950年代から60年代初め頃は日本映画の黄金期と言われ、坂出市にも7つの映画館があったそうです。入り口には切符売り場も残っていますね。あー、こんな風になってるんだ。テレビやインターネットがなかった時代、こうした映画館で皆さん楽しんでいたんですね。林田小学校の近くを散歩していると
生まれも育ちも林だという富岡さんに出会いました。こんにちは。あ、こんにちは。今何してるんですか？いや、今日は天気がいいし、うん、梅が咲き出したけ、あ、もう梅が咲き出したなと思って今見よったとこへ。おお、綺麗ですね。ちなみに林田町は住み心地いいですか？まあ一言で言うと穏やかな元気のええとこかな。市内でもやっぱり祭りなんかがな、まあ、一番に復活させて太鼓台みたいな導入したりして、うんうん、な、境で祭りなんかもな、最初からずっと全部出てるし。そうなんですね。富岡さんは趣味でアジサイを挿し木から育てているんだそう。大きく育った苗木は近所の出張所に分けてあげるなど地域を彩っているんですよ。看板の横もこれ全部アジサイ。全部これ全部うちから来たもん。すごい見事なで、あの6月来たら。こちらが6月の映像です。確かに色とりどりのアジサイが咲いて見事ですね。地域の人の善意で街が彩られるって素敵です。続いて私のお気に入りの場所を皆さんに教えちゃいます。場所は隣の高谷町からなんですが、ほら見てください、林田町と高谷町の境にある2つの山です。仲のいい夫婦のように並んでいますよね。北にあるのが面山で、南にあるのが温山です。香川の緑百選にも選ばれているんですよ。さて、綾川の河口に来ています。おー、綺麗ですね。遠くには瀬戸大橋も見えます。町の北側、海沿いには林田工業団地があるんですよ。まっすぐに伸びた綺麗な道です。周りにはたくさんの工場が並んでいます。この辺りはもともと変電だったそうで、その跡地を利用して工業地が作られ、さまざまな企業が創業しているんですね。あれ、大きなフェンスが見えますね。工業地帯の中に野球や運動ができる公園があるんですね。あー、すっごく広い。ここで体を動かしたら絶対気持ちいいだろうな。海の近くにも公園があるんですよ。さあこちらです、港林田緑地。中は広場にもなっているんですね。園の中には楽しそうな遊具もありますし、あ、ここからは海も見えちゃいます。さあ最後にやってきたのは林田の埠頭です。とっても広々とした場所ですよね。ここで輸入された麦や自動車などの荷卸しが行われているんですよ。四国の経済を支える重要な場所なんです。そしてここからの景色も瀬戸内海の島々や対岸の岡山県も見えてとっても素敵ですよ。さてそろそろ帰りましょうか。次はどこへ行こうかな。